はいえー、今回はご質問いただきましたアフターエフェクツでこんな感じの画面をクロスするワイプの作り方をご紹介していきますこういった表現の作り方もいろいろとあるのですが今回はエフェクトのリニアワイプとトラックマットを使った作り方をご紹介していきます今回ご紹介する作り方には大きく2つのポイントがあります1つ目がトラックマットで使うマットをトラックマットで作るというマットの2層化を行います2つ目が ヌルオブジェクトを使って他のコンポジションにあるマットを制御します。まあ、ちょっとこれだけ聞くとややこしい感じがするのですが、このあたりもできるだけわかりやすくご紹介していこうと思います。では実際に作業を行っていきます。まず素材用のコンポジションを作成します。コンポジション、新規、P01 としてフル HD のコンポジションを作成します。今回素材用のコンポジションは4つ使いますので、 この01を選択し、Ctrl D で複製、Ctrl D で複製、Ctrl D で複製。4つの素材用のコンポジションができました。わかりやすいように、それぞれに平面を入れておきます。レイヤー新規。平面で赤。2には、レイヤー新規。平面で色を変えて青。3には、緑。 4には、オレンジ。としておきます。次に作業用のコンポジションを作成します。コンポジション、新規、カット、01としてコンポジションを作成します。このカット、01に P01 から04を配置します。 こんな感じですね。これでベースの準備ができましたので次にトランジションを作っていきます。まず0 1にエフェクト、トランジション、リニアワイプを適用します。変換終了を半分の50。ワイプ角度を左回転で傾けていきます。マイナス29としておきます。 次に、この2を選択して、リニアワイプを適用します。エフェクト、トランジション、リニアワイプ。同じように、変換終了を半分の50。これは右に傾けていき、29。これで、 2、3と表示できるようになりました。最後にこの対角線を作りたいので、この一と二を使ってマットを作ります。一と二を選択して CtrlD でレイヤーを複製。これをプリコンポーズします。レイヤープリコンポーズ。マットロ一として、 新しいコンポジションにすべてを移動し OK こんな感じですねこの2つにトラックマットを適用しますアルファマットこれでこの部分だけのマットを作ることができましたカット1を開くとこれがマット01ですねそして 04を上に持っていき、04にこのマットを適用します。アルファマット。これで4分割のトランジションを作ることができました。次にこのトランジションを制御するためのヌルを作っていきます。レイヤー新規。ヌルオブジェクト。もう一つ、レイヤー新規。ヌルオブジェクト。一つを。 左回転のレフト一つを右回転のライトとしておきますそして二つ選択し R で回転を開いておきますまず一つ目01のトランジションですね0に戻しますこれは左回転のワイプですね オールトキーを押しながらワイプの角度のストップウォッチを押します。するとエクスプレッションが使えるようになりますので、このピックイップを引っ張って、左回転の回転、レフトの回転に設定します。この左回転を動かすとワイプが動くようになります。次に02の右回転ですね。これも0に戻しておきます。同じようにオールトキーを押しながら、 ワイプの角度をストップウォッチ。エクスプレッションの使用状態からピックウィップで右回転、ライトの回転に設定。こんな感じですね。次に、このマットのワイプもヌルに設定していきます。こういう別のコンポジションにわたって設定する場合は、コンポジションをこう2行に表示させます。 そして、マット、ワイプ。これは左回転ですね。0に戻して、オルトキーを押してストップウォッチ。ピックウィプを引っ張って、下の左回転の回転に設定。同じように、右回転の方も0に戻して、ワイプの角度オルトキーを押しながら、ストップウォッチを押して、 ピックウィップを右回転の回転に設定。そして元に戻します。こうすることで、こんな感じで動かすことができるようになりました。次に、ラインを引いていきます。ペンツールで。 長めの直線を引きます。シフトを押しながら点を打ちます。線の長さは二十五としておきます。真ん中に移動。線も。 左回転、右回転の2本を用意します。Ctrl D で複製。Line、えー、L Line R そして L はレフトを親に。R は R を親に設定。こんな感じで。 ラインを入れることができました。マイナス29、プラス29ですね。これを4秒のところでキーフレームを設定し、0秒で、左回転は右に戻していきます。90度。 右回転は左に戻していきますマイナス90度これでクロスするトランジションが完成しましたのであとはそれぞれに素材を入れていきます1 234で見てみると。 こんな感じですねこれで完成です今回は以上ですまたお会いしましょう